の中にあるコートを出すんだよ。待ってまーす。お願いします。トイレに近い方が急らしいよ。もうちょい？でもちょっと斜めに見えるな、ここから見たら。まだ高い気がする、そっち。もう一個上げてみようかな。これバッチリじゃない？バッチリ。できるかもしれない。OK。
飲みますか。来た。高千穂ビール。あとは赤ワインを飲むわ。今年の3月に行った別府で妻の友人のちえちゃんがくれた発酵菌だよね、ずっと継ぎ足して作ってるジュースなんですけど、ウェルチが炭酸ジュースになるっていう。美味しいよね。いっぱい入った。お疲れーす。お疲れ様でーす。イン高千穂。シュワシュワしてる赤ワインが味にしてる。飲んだことないでしょ。え、はい、今日は鶏団子鍋です。レンコンとネギと生姜とニンニクで、これに絶対切ったやつをポイポイポイと入れていきますね。ちょっと今日は細かく切れませんね。なんかすごいネロネロしてる。古いやつじゃないですよ。ちょこっと生姜を。生姜入れないで。はい、片栗粉、適当、味噌もちょこっと、もみもみ。あ、そう、今日は卵入れてみようって思ったんだ。あ、ちょっと卵入れすぎたかな。大丈夫。ちょっと今日、卵入れたらちょっとゆるゆるなっちゃったんで。なんかタプタプしてるよね。大丈夫。どいてもらっていい？どうしたこと。なんかだんだんぐじゃぐじゃになってきたけど、ここは平気かな。みりんと日本酒、これは私の手作りの塩麹を、はい、ナンプラー。本当はねパクチーを入れたかったけど手に入んなかった。鶏団子入れていきます。あ、ちょっとでかすぎたね。ちょっと大きいかな。はい、これで一旦煮込んで煮込みます。最後に水菜を入れて彩りをね。はい、もう食べれると思います。もういける？フォー入れない。あ、忘れた。フォー入れます。このまちろー一回火止めるかい。火止めますか。ぐずぐずいきます。ちょっと段取りが悪くて申し訳ございません。ちょっともっと早く入れとくべきだったかも。ごめん。あ、でも美味しそうです。はい、じゃあいただきましょう。申し訳ちゃおう。いっちゃう？この間にいっちゃうんですよ。じゃあいきます。はい、来ました。タイと今日熊本のご視聴いただいてる方にいただきました。なんか熊本で美味しいお酒だって言ってもらってよかったのかな。多分ご自身で飲もうと思って買ってきてたんだと思うんだけど、いただいちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかちょっと透き通ってるわけじゃ、ちょっと濁ってるね。そう思うよね、やっぱりね。ちょっと濁りっぽい。めっちゃ透明なわけじゃなくて、やっぱ檻がいるから。うん、うん、うん、あ、めっちゃ美味しいじゃん。美味しいね、丸。なんかちょっとさ、うん、ちょっと酸っぱいっていうか、めっちゃ美味しいね。びっくりした、ちょっと、うん、コクもあるし、これめちゃめちゃ好きかも。これめちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。しぶしで買った無農薬のレモンがあって、塩で揉んで洗ったレモンを細かく刻んで、うん、塩と蜂蜜をちょっと入れて、で3日間ぐらい放置して白い液体が出てきたらもう冷蔵庫らしくて、クックパッド見てください。めちゃめちゃ美味しいです。無農薬のレモンが出たから、しかもすごい安さで4個ぐらいか5個ぐらい入って150円とかだった、
スーパーだと1個もさ、ね、国産のレモンだと300円ぐらいするからね。いただきます。はい、いただきます。うん、おいしい。塩レモンが、めっちゃ天才。味薄くなってない。ありがとう。いや、めちゃくちゃうまい。怖いよ。ちょっと怖い怖い怖い。でもこれずっと見てると可愛く見える。申し訳ございませんが、カーテンは閉めさせていただきます。朝から見えちゃうか。また明日の朝。すいません、はい、高千穂行きたいんですけど、はい、キャンピングカーって入っていけるんですかね。あ、ちょっとものによっては厳しいので。あ、そうですか、はい、ここから歩くと結構あるんですか。30分程度でしょうか。どうだった？あのね、車止められないかもしれないって言ってたから、ね、ここから歩こうよ。30分だよ。みんなでハイキングすること。そうするか。お弁当持ってそれ面白いじゃん。ねことボートがいい。いや、ボート乗りにハイキングするんです。ハイキングして着いたところでボート乗れます。行く。歩きやすい格好して。えいえい。あー、ペンギン温めてる。はい、スーパーちゃんの甘い梅干しと、うんうん、三角屋のさ、アイちゃんからもらった美味しい梅干しのミックス。ちょっと酸っぱいと溶けてくんないから。藤子ばあちゃんはちょっと甘いね。買い物行ってきます。コロッケだけなんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫ですよ。持ち帰り、うん、はい、はい、コロッケ買います。ありがとうございます。はい、いただきます。どうですか、これとおにぎりで。じゃあ参りましょう。高千穂峡、30分ぐらいみたいなので、ゆっくりとことこ行きます。まだだよ。鳥居くぐらせてもらう。え、マシュマロ食べながら歩きたいらしい。食べることしか考えてない、ここ。あ、ね、お、なんでしょう、これは。いいね。やっぱこれハイキングで来た方がいいかもね。どうも、お疲れ様です。もうそこがすごい。うわ、近いんじゃない。あと20分だ。うわ、これパパあんなになったらさ。いや、これはあれだ ね、 なかったね。これちょっと皆さん、キャンピングカーあんまりちょっとおすすめできないかもしれないですね。これずっとこの道のりだと思います。かなり急勾配なんですね、これ多分。うわ、滝すごいよ。めっちゃ綺麗。紅葉も綺麗に咲いてるね。うわー、すごい。うわ、来た。台風でね、うん、もう全部
流されたんだ、あの手すりとかも。一番上の手すり全部流された、うん、今年の台風ですか。9月の10、台風14号。あ、あの時、うん、ここ、葉っぱがここいっぱいだったんだって、バッサーとか木とか、うん、そうなんですか。全部流されて、ものすごい威力だよね、でもそう考えたらね、怖いよね、本当にさ。だってあそこら辺とかさ、もう綺麗に苔なくなってる。全部阿蘇山からの大昔の溶岩流で、あ、高千穂はできてるんですよ。12万年前と何ですっけ。9万年前。9万年前の溶岩の積み重なりだ。びっくりしたね。言われなかったら初めて来たんです。全然わからなかった。いい話聞かせてくれてありがとうございます。すごい混んでる。平日だけど。あれがボートの受付です。ちょっと行ってみましょう。料金の方一定が4100円になります。はい、カード大丈夫なんですか。はい、カード大丈夫です、はい、じゃあ行きましょう。乗れたのすぐ10分であって、こんな感じでボート乗り場に行ってくれ。むっちゃん声でね、いいよ、それ撮影するから。お客さん大丈夫ですか。はい、こういうことあります。こぎます。どうぞ、お一人です。ちょっと怖いな。はい、座ってください。はい、足の方見てる。足の方、足ここ、あ、はい、はい、左側水から浮かせる。はい、はい、左あ、見て、ガブお客さん、おいで。はい、ごめんなさい、出して、はい、全部出して、どうすればいいんだ。大丈夫だよ、焦らない、ね、それはそっち側に行っちゃう。一回これでいく。どっちだっけ。はい、右側だけ。違う、こうだって、こう。ちょ、もうやんなくて、一回手上げて、こっちだ。ねえ、だんだん怒ってきてよ、パパ。30分しかないから。待って、ちょっと。ね、どっちだっけ。あ、こと見て、虹が出てるよ。どう、ここ怒られると思うんだけど、本当に前に行けない。観光地でこんな怒られてる人あんまりいないと思う。はい、ということでちょっと食事をしていきます。いや、これ良かったね。ごめん、ママご飯弁当作っちゃってごめん。握りを食べよう。ママ、パパ、ここ行きたい。ね、今ちょっとごめん、こと今日はおにぎりです。12人ってなっちゃった。めちゃくちゃ潰れてる。食べよう。